こっから先は行ってないぞ。敵いたら嫌だな。いるな。ステルスキルをした。スクラッパーは何をしたダーン。よし、一匹倒してから逃げ。ビーム打ってくるのはやめて。どうやら見失ったようですね。何やってんの？え、もしかして食べられてる？弱点は胴体。そこだ。落ちた。落ちたけど倒しきれてるわけじゃない。結果ぶん殴って倒す。ウォッチャーだったのか。誰かが先に始末してくれた。誰かが先に始末してくれている。ブロムならば槍の腕はいいみたいだな。俺もね、槍の腕の方がいいよ。弓の腕より。毎回毎回足跡のハイライトがある。これ解除されるのはどうなんだと思う。なんかね、矢で弱点を狙うのがね、こう近距離攻撃で倒す方が楽で、プレイスタイル的にはどうなんでしょうね。よし、回復アイテムのストックが増えてきた。お、次の、やばいやばい。ステルス攻撃で倒す。アルチアルチ出た。サイレン、サイレント超強い。あいつはほっといても大丈夫だと思うんだけどな。結構いるな。出かれそうな。石黒ここだよ。2匹同時はまずいな。なんか落としてる。もうちょっとこっち、もうちょっとこっち、もうちょっとこっちですよ。敵は後ろ。よしよし、ほっとくか。あ、これはいける気がする。ここかな。これ上じゃね、これ掴めるやつだもんね。ほら、高台だ。補給品を盗んだのか。補給場所を調べると。ずっと異端者だったブロムが今さら食べ物と装備を盗むか。今ハイライトされてる？ロープ、中身はカラー。
はいいんだけど、足跡が今解除になってるから今してるはずだよね。普通に降りたらいいの？こうやったら、あ、あるあるある。降りるのは四角。いつの間にか夜になってるんだけど、時間の経過もあるのか？隠し場所にあった補給品。パクパク。手に入れたんだったら、なぜ捨てていった？初っ端のサブミッションから一体何が起きているっていうんだ。敵いないんだら走ろう。本当だ、死んでやる。ブロム、彼女を傷つけるなら死ぬぞ。誰かに脅されているな、ブロム。上か。そろそろブロムに出会えそうだね。聞かない、約束するまではな。いた。はあ、はあ、結構かかったな。本当だ、死んでやる。彼女を傷つけるなら死ぬぞ。誰に言ってんの。君は魂じゃない。何の用だ。ブロム、とりあえずそこから離れて。いやだ、ほっといてくれ。僕は考える時間が欲しいんだ。みんなが叫んでばかりいるから。ブロム病気かな。できないんだよ。気をしっかり。辛い状況だが力になれるかも。気をしっかり持てって確かにこの状態で煽ってるよね。ここかな。たくさんの声が聞こえてきて、頭も痛いだろうな。優しく穏やかに話をするって約束するよ。オララみたいに優しい声か。久しぶりのことだ。本当に。分かった。ちゃんと聞く。パーフェクトコミュニケーション。それでいい。教えて、何に困ってる。大いなる母に呪われた忘れられし者の魂だ。ちょっと何言ってんのか分かんないですね。つきまとわれているんだよ。人々を傷つけろって命令するんだ。頑張って、逆らうんだ。戻ったらオラーラを傷つけてしまうかも。だからそうなってしまう前に死のうと思っていたんだ。その声に耳を貸さなきゃいけないのか。今も話しかけてきてる。いつも一緒なんだ。僕の面倒を見てくれている。いつもね、面倒を見てくれるんだよ。石で頭を潰せって。石で頭を潰せって言われて従った。その結果追放さ、ついてきてた。母よ、感謝します。後をつけていたの。でも弟が心配で。ダメだ、嘘だろ、ダメだ。お願い姉さん、僕じゃ守れないんだ。あなたは危害を加えないわ、ブロム。彼を助けられないのか。彼は魂がお前にも刃を向けるのを恐れてる。お前の声で沈めたら。そうよ、前にもそうしたように弟は挑発されたから傷つけただけよ。僕は傷つけたくない。相手の挑発スキルがね、きっとレベル高かったんだよ。囁いてくるんだ、頭の中で叫んでる。しょっぱなから重いな、このサブミッション。危険だわ、正直。ブロムはまだノラには帰れない。でもお前といるのは平気だ。母なる山の洞窟に身を寄せられる場所があるんだ。そのうち僕を訪ねてきて。僕は平気なうちにね。大丈夫よ、ブロム、私もいる。どうもありがとう。あとは任せて。母の永遠の記憶と共に歩み、忘れられし者が邪魔せぬよう。お祈りしてくれた。ああ、ブロム、足元おぼついてないぜ。やった、サブミッションクリアだ。これをクリアしたことにより経験値とお箱をもらいました。箱をそういえばもらったけど開けてないな。どこだ、所持品かな。
これか、報酬の箱。とりあえずまあ無料試作品、ちょっと開けてみましょうか。あ、ファストトラベルパック、何それ。すべて回収で、今さっきのやつかな、これ。ファストトラベルパックって解説少なくね。このゲーム取説ないからね、多分あれだ、 デジタル取説あると思うけど。でサブクエ、一応メインとサイドだから、サブクエよりももう一つでっかめのクエストだったんだな。でこれはグラータ、グラータと話す、これ押すとどうなんだ。グラータはこれ遠いな、ちょっとこれはいいわ、後回しにしよう。メインの続きいこうかな。うん、近い、行こう、メインの続き行こう。この辺かいる、めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。どっか隠れれる場所ない？そこまで行っちゃおうかな。ズサー、よし、三角。オーバーライドって乗るのか。でなきゃ怯えた群れに踏み潰されることになる。とりあえずこれも覚えようかね。道具メニューからね、エクスクラメーションマークを使えばこれか。どういうこと。三角出る？オーバーライド。行くよ。突っ込んだ。なんかぶち込んだよ。乗っ取ってる、乗っ取ってる。やった。やったぜ。敵はない。どうやって乗る？懐いてるみたいだ。懐く。これなら乗れるかも。乗れる。あ、行こう。いい子だ。おお、乗った。R1 で攻撃。三角で降りる。行け。降りる。これなら早いな。でこれいい、乗り物を呼ぶっていうコマンドがあるのか。こうやって、こうやったらこっち来てくるわけ。で乗って。いろんな機械にオーバーライドを試そう。乗れなかったとしても他の使い道があるかも。乗ったままアイテム回収はできないみたいだね。よっ。乗って、バツ？ダッシュ、やったぜ。で、俺は帰ればいいのか。次はこれは素晴らしい、早い早い、サラマンダーよりずっと早い。乗り物ゲットだぜ。ただい、あれ門閉まってんだけど。争う声です。ボロボロだ。おい気をつけろ。あ、いけるいける。もっと近くに。おお。なんか敵来てる。あ、馬から降りてる。あ、どうも。こんばんは。大長老テルサが都に行くならお前に会えと。カージャさん王国の都か。バール。あ、お前追放されたいのか。いや、使者だ。オーリンという裏切り者。そいつを追うために天命の使者になったんだ。なら北にある母の頂に行け。もし着いたらマレアに会って道を聞け。もしだって。もし危険な道のりだ。義勇団が奇襲を受けたから巡回もしてないし、国境は丸腰だ。指揮を取る団長もいない。新しい団長は来たけどね。は違うのか。団長の代役に過ぎない。探しには行きたいんだが、命を懸けて門を守るよう言われて。この通りさ。安息の地の外に潜む危険とは何なんですか。と言ってたが、どう危険なんだ。あげたらキリがないな。
襲撃者は野放しで、しかも魔が月を操ってる。毒を撒き散らして。ああ、それなら見た。山賊もいる。山賊もいるんだ。残忍な奴らさ。どうやら鉄の遺跡で野営してるって話だ。もっと矢が必要になりそうだな。試練のことを知ってたが、誰から聞いた？生き残った奴らだ。奮戦したそうだな。バストや妹と。その妹ってバーラか。気の毒に。いい人だった。そうね。彼女となら唯一真面目なキャラクターだったよね。もし生きていれば。ありがとう。命を救った。誇りある死だよ。奇襲を受けたと言っていたけれど、本当か？試練での虐殺のことを知って、団長が奴らの追跡を命じたんだ。だが一部の義勇兵が復讐を急ぐあまりに先走った。罠にまっしぐらさ。汚れをそこら中に撒き散らし、凶暴化した機械が義勇兵に襲いかかり、虐殺した。団長が反撃を仕掛けて機械を破壊したけれど、襲撃者はいなくなり。団長優秀だな。甚大さ。団長は団長が行方不明だって。義勇団が虐殺されても諦めなかったんだ。志願者を募って襲撃者を追ったんだよ。それじゃお前は？手は挙げたさ。でもソナが拒んだんだ。安息の地で怪我人の世話をして、門を守れって。門を守れ。安息の地のために命がけで。何日も前だ。それ以来何の連絡もない。それじゃ生きているかはわからないのか？あれを生き残れるのはソナしかいない。並外れた戦士だよ。俺たち常人とは比べ物にならないほどのな。随分と腕が立つみたいだな。ああ、きっと驚かされるぞ。ですよね。母さんには。お母さんですよね。よし、行こう。そろそろ行かないと。アーロイ、母の頂とその先に旅立つ前に、時間があればソナを探してくれるか。部族には彼女が必要だ。何としてでも門を守ると命令されてなければ俺が探しに行くんだが。バーロイ結構優秀だな。奇襲を受けた場所だよ。これ先かな。にある場所、森の渓谷だ。そこに痕跡があるかもしれない。試練を襲った奴の後を追っていったんだ。愛する者たちや君を殺そうとした奴を見…バール、わかった。探してみるよ。これがメインだな。サムじゃないんだ。乗り物、どこ行った？やっぱこれ時間経ってるね。よし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 。高いですね。高いですね。これ乗ったまま話せる？女神のご加護。あ、話してくれ。セーブポイント。私の全てが世界は広がってる。乗ったままはね、あんまり作業できないね。まっ結構めちゃくちゃ先じゃねえか。マレアと話すのがメインミッションだけど、ソナを探す。サブに追加されてる？こっち先だよね。こっち向かおうよ。うん。こっちはそこまででも、まあまあ手前だな。こっち終わらせてからこっちだな。で、ソナのとこ行こう。あのね、馬に乗ると早いんだけど、途中のアイテム回収もできないし、普通に走っていった方がいいんじゃないかなって思う。あのね、まだね、操作が慣れない。集めながら行くからね。馬には乗らずに行こう。一気に帰る。あっと、イノシシ。はっ。このイノシシ。
体力高い。そこだ。刺さらん。よし、よし、やったやった。しまっておこう。矢の素材はそこら中にいくらでもある。無駄打ちしたって大丈夫だ。あれ、サブミッションあるんじゃないこれ。そこ。お困りですか？クレン。おい、大丈夫か？奇襲された時に怪我でもしたか？いや、そうじゃないんだよ。それあんまりキャラの区別がつかねえんだけど。何者でもない。あれ、もしかして話しちゃダメだ。何しろ怪我をした。追放者。何があった？俺はクレン、峰にある狩り場で腕試しに挑戦しようと思ったんだよ、練習のため。でもうまくいかなくて。うまくいかなくて。狩り場で怪我をしたのか？なぜ？それがグレイザーの背中についてる容器を狙っていたんだけど、弓の鶴が切れてつまずいて、それで、ああ、つまりヘマをしたんだよ。練習したかったんだ、狩り場ならうってつけだし。狩り場では腕試しが受けられる。それでもしも気を時間内に達成したら、トレーニングか、印をくれるんだよ。万人が北側の丘の上にいる。話しかけてみろよ、俺よりうまくやれるだろう。チャレンジクエストみたいなやつか。何者でもないってどうしてなんだ。話しかけるのもダメ。弓を盗んで、それで盗んだのかよ。追放された。試練より前のことだ。それでこの大事な時に部族の力になれない。荒野で暮らしてる、一人きりで。それで腕を磨こうって。万人と話せるだけでも嬉しかったよ。多分彼は追放者だろうな。長老の掟も気にしてないみたいでさ。思い通りに行かなかったってとこか。何か手伝えることは？いや、いい、大丈夫。父がいつも言ってた、女神は見てくれてるって。その後ストライダーに踏まれて死んだけど。そうか。ブレン、そろそろ行くよ。わかった、気をつけて。特に北へ行くなら狩場行ってみようか。腕を磨きたいなら狩場に行くといい。腕試しをする。狩場に向かう。進行中のアクティビティになってるね。とりあえずこれ、まあ、レベル8なんかいろいろあるね。腕試し2分とか時間かな。ちょっとなんかいろいろ書いてるんだけど、腕試しのログ行ってみないと何とも言えないね。とりあえず行ってみようか。近いってか、この山の上か。行ってみようか。マップチェックス。あれ、レッド。これもまあ結局行く道の途中なんだよね。とりあえずここまで行こうよ。とりあえず敵がいるわけでもないし。まあアイテム回収しながら山のてっぺんに向かいましょう。スキャリー。アニマルはキルするもの。ああ、ダメだ。ダメな時はやめるわ。この小屋だね、明らかに。行くか。と。はい、到着。この人かな？セーブポイントもある。これはなんだ？商人だ。商人。なんか新しい武器出てるね。高い。複数のボルトをまとめて発射する。近距離向けのボルト。いわゆるショットガン。で、爆発の、弾を投げる。なんかすごい高い。現状近距離攻撃しない俺にはあれだね、衣服を、隠密装備を買いたいな。隠密装備のね、中200だから、これ買っ
て800プラス50プラス40 1000守備力プラス30って感じかな。現在の装備が現在の装備は いくらだ売却で見たらいいか、現在の装備は特に効果が何もない。俺の脳筋プレイだと守備力アップのやつかな。これやっぱ防御力だな。これか、近接攻撃から守るだから、うん、やっぱこの辺これだよね。これ装備して近距離で殴り合うのが俺のプレイスキルじゃないのかな。でもシェルウォーカーを倒さないと手に入れられない。この辺はもう金さえあればいけるぜ。ほらストライダーの心臓であるから800金さえあればこれ買えるじゃないか。これはベローバックがないからダメ。ウォッチャーのレンズとなるとやっぱ隠密の中ぐらい買いたいとこだね。隠密の上は無理だけど、なんか売ろうかな。資源で、この辺のね、売るしか価値のない、いわゆる換金アイテム。換金アイテムを売ることで、イノシアイテム制作に関係で、やっぱこの辺かな。これで200貯めて、もう容量マックスじゃん、資源。これ増やさないと。で、これは装備できるやつね。はい、というわけで買いましょう。200装備します。これで俺はもうバレない。で全然この辺の説明がないんだよな。資源もういっぱいいっぱいじゃないかな。特殊アイテム、ああこれあれだね、初期購入特典だ。これか、資源用カバン。お金プラス20、うんうん、もう資源結構もういっぱいいっぱいだもん。物を売って増やさないと。だけどいらないものを売りましょう。心臓系さっき武器するのにいるって言われなかったっけ。いるよね、心臓売っちゃったら、金に変えちゃったらまずいよね。この辺作るのにいるもん。さっき1個売っちゃったけど、でもお金がないとね。これ売ることすらできねえ。ワイヤーはお金になるけど、七面鳥の側、レンズ、あんまね素材売りたくないっていうのも確かにあるけど、素材入れ歯がもうほぼいっぱいだから、いくつか売って金に換えるしかないわ。やっぱ普通のねこの辺ちょっと20まで金貯めて、何するのにいるのか。絶対こんなボス系の心臓は換金アイテムだけど売っちゃダメだよ。うん、そういう意味ではやっぱこの辺を売る方がよっぽどマシかな。食事っていうのないみたいだし、ほらこれあれ50個でもう次の枠に行っちゃってるんだ。やっぱそれ考えると素材入れ歯は多くないと。早めに大きくしとかないと。でイノシシを飼ってね、次はとりあえずイノシシを飼ろうか。お金は大事だね。さあでセーブポイントで